皆さんこんばんは、アルマズです。今日はですね、大晦日ということでですね、ニューイヤーズイブのイベントで、春型に、カイロから来ているんですけれども、春型は実に9年ぶりに、前回仕事じゃなかったので初めて仕事で春型に来たんですけど、春型はであのリゾートの、エジプトで有名なリゾート地なので、まあ、なんか結構そのニューイヤーイブも外国人がたくさんいるっていう感じ でなんか毎年毎年カイロでやってるんですけど、で今年も一応カイロのねお仕事 の依頼が来たんですけど、その春型の方のお仕事にちょっと以前から、まあ、1回ぐらい行ってみようかなと思っていて、でなんか今回ねご縁があって、でこっちの春型の方の仕事が6パーティーあるということで、で春型に来てみました。はい、でですね、今日はもう本当スケジュールが超詰め詰めです。で3つ掛け持ちするときにやっぱり一番大事なのが、もうこの衣装今着てるんですけど、もうこの着たまままず行って、で踊って、ですぐ着替えられる衣装で着替えて、上からアバヤを着て次の場所に移動するっていう、もうね、ほんとそういう感じなんですよね。なので、もう結構その、なんていうのかな、その場所場所でいろいろとこう動画を撮ってられないので、今、向かう前に動画を撮っています。はい。でね、春型は今日のもう仕事が終わった後、朝にもうすぐバスで帰ります。うん、なんかもうずっといられなくて、なんかカイロでもね新年からのいろいろと用事があるので、まあ春型はもうほんと今日の朝着いたんですけど、今日の朝着いて、で夜仕事して、でその夜仕事が終わった後の朝にもうすぐ帰るっていうような感じになりますね。はい。でね、今日の仕事は、まあ、場所によって大体違うんですけど、まあ、なんか30分とか45分とか、まあ、それぐらいの時間帯のお仕事で、で西部関係の仕事も入っているので、まあ、なんかいろいろと春型の中のパーティーでも結構大きめのパーティーっていう風に聞いています。で今ね昼間に下見も済んで、でどこでどういう風に回るかとかも紙がねスケジュールが全部出るので、まあ、まだ行ってないんですけど、今からね打ち合わせに行きたいと思います。私のショーのフライヤーが貼ってあります。ゼロです、セリフ。ああ、ごめんね、サンシ
けましておめでとうございます。今ですね、春ガダに、いるんですけれども、あの春ガダの、今日は6つのパーティーを、掛け持ちして、で、今終わって、で、私とバンドのメンバーの人が一番最後にショーをした場所で、今日は晩ご飯を食べて、で、この後もうすぐ朝の8時の便でカイロに、戻るんですけれども、もうなんかいつの間にか12時を過ぎていて、私全然もうカウントダウンも何もなくて、もうあっという間にこう踊ったら、はい次はい次はい次みたいな感じで場所を移動してて、なんか気がついたらもう2時過ぎてて、あれなんかカウントダウンの時全然気がつかなかったみたいな感じでした。と今ね、全部終わってみんなで今晩ご飯待ちなんですけど、今ね演奏していたミュージシャンの方、はい、はい、ハロー。私ここでは、ハッピーニューイヤー。私ここではアラビア語は喋れないっていう体で来るんですよ。なんでかっていうと、アラビア語が喋ってしまうと、なんかいろいろと話しかけられてうざいだろうということで気を使っていただいてるんですよ。感じで、あ、くるげ？アラビア語喋っちゃったご飯が来たんで、なんか美味しそう。なんかね、エビとかが入ってるし、牛肉って言ったんだけど、なんかエビが来た、まあいっか、まあ、なんかお正月っていうことでね、なんか鮭とか乗ってる。鮭はね、エジプトでは高いんですよ。100円で買えないんですよ。結構ね、300円とかするんで、300円500円とか。私が買ってる鮭は2切れで1300円します。超高い、でも買っちゃうみたいな。なんかあれ、鮭は貴重です。まあ、ここ春ガダね、海の幸がね、多いんで、多分こうねあるんだと思います。はい、じゃあ皆さん明けましておめでとうございます。今年もね、よろしくお願いします。アルマズでした。ありがとうございます。